今月30日から名古屋市で行われる国際大会を前に、代表チームの選手やコーチ20人が昨日から岡山市のジップアリーナ岡山で合宿を行っています。歓迎式では岡山市の大森正夫市長から岡山産のピオーネなど記念品が手渡されました。ここにいて、試合一番になれるように頑張りたいと思ってるから、応援とかよろしくお願いします。日本語が流暢なこちらの選手はタピア・アロンドラ選手。バレーの強豪校、宮城県の古川学園に留学経験があり、去年の春高バレーでは優勝を飾り、大会 MVP にも選ばれました。膝を怪我して万全の状態ではないということですが、今回代表に初選出された注目選手の一人です。ここに練習やってることを、それを全部大切にして忘れないで、あの名古屋で全部出して練習したことを出して勝つことができるように頑張りたいなと思っています。岡山での合宿は大会期間中を除き来月10日まで行われ、ドミニカ代表は今月30日日本との初戦に臨みます。